こんにちは、えー、吉谷です、えー。斉藤さん、ありがとうございます。はい。以前もですね、ミリオンゴット2の映像を買っていただきありがとうございました。はい。引き続きということで、まあ今回はそのミリオンゴット2のですね、えー、和田さんと和田さんを作り上げた久保さんの、えー、イリュージョン3の映像が入ってますので、あのぜひそちら見ていただきたいなと思います。うん。まあなんで久保さんがその まあ借金2000万をこの人をこう育て上げることができたのか？っていうのは、まあ、今回の映像を見ていただければ、あのわかるのかなと思います。ね、すごく内容が濃いですし。しまあ、マインドセットの話もすごく濃いです。だから、他の人がまあ話せないようなこと。まあ、あとは久保さんが実際直近で、えー、どれぐらいの？ 今久保さん結構アフリエートメインにやられてるんですけど100万から300万ぐらいの収入があるんですねでそれ具体的にどんな感じなのっていうところもセミナーでお話ししてくれてますであとはまあ今回クリスマスで久保さんとのセミナー映像以外にも2人、えー、入ってます、まあ、こちらも合わせて見ていただいて、えー、個性派揃いの3人が揃ったのかなというところで。 で、僕自身もそのセミナーごとにそのお客さんあの話を書いてますので、もちろん僕のセッションも見ていただいてまあ、参考にしていただければなと思います。うん。まあ、久保さんま1、あ、番やっぱ。まあ、あのちょっと希少価値が高いのは久保さんの映像かなと。で、久保さんのセミナー映像に関してはまあ、内容が本当すごく濃いので、いつも話してくれている内容が。 毎回販売するときは久保さんのやつはイリュージョン1とかのやつも9800円から販売したんですねうんなんでそのまあ通常先行販売とかだと5000円とかからこうやったりとかするんですけど久保さんの内容いいんで <laughs> 9800円とかでねあの最初からこう売ったりあの販売したりとかするんですけどまあそんな映像も今回入ってますんでうんあのぜひ あと見ただけではやっぱ収入にはつながらないので「まあ、いい話聞いたな」で終わらないためにも、まあ、何かしらその聞いたことをこれならできそうかなとか「あこれやってみよう」っていうことでどんどんやってほしいかなと思います。でやらないとやっぱ何も変わらないので見ただけでは変わらないです。 でも見たことによって変わるきっかけにはなるんですけどあとはどう前に進むかどうかなんでうんあとは本当にやっていただきたいと何かしら、はい、でまたそのセミナー映像とか見て実際にそうそうあのミリオンゴッド2か そうミリオンゴッド2のセミナーに参加していただいた方、まあ、リアルでにこう参加していただいた方東京から福岡まで来ていただいたんですけどその人はセミナー聞いてセミナーの内容を実践してもう100万ぐらい作ってるんですねで報告メール「吉谷さんとこの前聞いたやつをもとに実際に商品販売して100万ぐらい売り上げ上がりましたとありがとうございます」っていうようなメールをいただいたんですけどうん。あのー まあやっていいいただければのいいのかなと、まあ、その方はですねもうすでにメルマガとかやられてたんであれなんですけど、まあ、何かしらこうやらないと、まあ、やっぱ結果には結びつかないのでぜひやっていただきたいなというところでございます、はい、では今回引き続き、えー、この前も買っていただいて今回もありがとうございますまたよろしくお願いします、はい、では映像の方はメールの方で記載してますので見ていただければなと思いますありがとうございます